こんにちは、エディターの壁です。本日は1月23日発売、シュプールの3月号と連動した2022年春夏コレクション座談会です。本日のゲストはシュプールエディターの桜庭です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に、コレクションとは何ぞやという、ご説明をできればと思うんですが、春夏秋冬に分かれてね、2回で、もっと厳密に言うとプレタポルテ、メンズ、オートクチュールと3つのカテゴリーがあるんですけど、やっぱり規模的にも参加しているブランド的にも一番華やかで大規模なのがプレタポルテ、はい、毎年2回、2月のニューヨークに始まり、3月のパリで幕を閉じる秋冬コレクション、そして9月のニューヨークで始まり、10月に、パリで幕を閉じるのが春夏コレクション、はい、ということで、去年の、9月から10月に発表されたものがそろそろお店に並び始める、はい、ということで、改めてプレイバックという意味も含めて、今回コレクションについてお話しできればと思ってます。今回はね、ちょっと引き続き海外出張ができないということで、僕らも日本でお留守番してたんですけど、まあ、ファッションウィーク中エディターって何してんだろうっていうのが、はい、多分あんまりその想像がつかないというか、見てる方気になる人もいるんじゃないかなと思うので、はい、ちょっと桜庭さんのファッションウィーク中何やってるかのワークフローを教えてもらえますか。はい、基本はやっぱりファッションショーを見る、はい、もちろんです。ショーで、世界観をこう汲み取った後に、翌日なり翌々日にこう展示会でより服のディティールを見取ったりするという感じが主な仕事になります。これ結構コレクション取材してるジャーナリストの方とか、まあ、エディターとかスタイリストさんだったりとかと、はい、話してると、結構皆さんショーを見てる視点って全員違うなと思っていて、なんか僕なんかは今まで結構コレクションの速報媒体、はい、ちょっと業界向けのメディアであったりだとか、すぐにレポートを出す、はい、ところで書いてることが多かったんで、もう本当にショーを見た時のファーストインプレッション、だから会場の演出であったりだとか、テーマであったりだとか、コレクション全体の構成であったりだとか、まあ、音楽、モデルキャスティング、ヘアメイクとかっていう、もうファーストインプレッションで得られるものをどれだけこうスピード感を持ってっていう目線で見てたんですけど、桜庭さん的にはどういう目線で、はい、実際にこう紙面を作るっていうところが一つ目的だったりもするので、いろんな演出面だったりモデルキャスティングみたいなところも含めて、そのまあデザイナーが何を表現しようとしているのかっていうのと、まあ、ファッションウィーク全体を通してのムードみたいなところもすごく見ていました。で、今回は結構実際にフィジカル、ショー形式で会場にお客さんを呼んでやるショーが結構多かったんですけど、まあ、会場でね、やっぱり楽しみの一つというか、はい、セレブリティ、はい、目撃談、ね、はい、今シーズンはまあ現地行けてないんですけど、はい、桜庭さん、今までファッションウィーク期間中に遭遇したセレブリティでテンション上がった人います？アナスイさんのアトリエに伺ったことがあるんですけれども、はいはい、ニューヨークの、ニューヨークの、はい、でその時にジジベラが、ジジハディットベラハディ姉妹でフィッティングにさらっとこういらしていて、こうやっぱり至近距離で見ると、威力ありました、威力ありました、パンチがありました迫力、はい、迫力が。岡部さん、いかがですか？僕はね、すごい記憶に残ってるのは、ジャンポール・ゴルチエのショーでフロントローにすごいパパラッチがいるなと思ったら、中心にいたのがクリスティーナ・アギレラで、ぶち上がりですか僕やっぱり10代の頃から好きな、はい、ボーカリストというか、アーティスト、トップ3に常にクリスティーナ・アギレラが入ってたので、実物だと思っても無我夢中で、僕もカメラシャッター切りましたけど、あれはなかなかスターストラックでしたね。今回シュプールの3月号では2022年春夏シーズンを制する7つのトレンドキーワードをご紹介しており、まずこちらです。スイムウェアかな、ブラトップ、スイムウェアですね、スイムウェアですね、はい、これ何柄なんかね、これね、不思議な理科の実験で見た玉ねぎの細胞膜みたいな顕微鏡で見る、そうそう、抽象柄かな、そうですね、これイザベル・マランのアイテムなんですけれども、結構もうバカンスというか、ザ・リゾートというか、
まあ、そこからこう都市に出かけていくみたいな装いがすごいたくさんあったんですけど、うんうんうん、完全にやっぱバカンスに行きたいっていう気持ちの表れですね。バカンスフラストレーションがまあ溜まってるんでしょうね。まあ、現実的にこう着るとしたらこのルックも上に羽織を着てたんですけれども、透けるアイテムの下に着たりとかできるのかな、勇気を持ってと思っています。誰かに見せるためじゃなくて、こう自分がこう着たいからこれを着ているっていう意思を持って、やはり街でスイムウェアを着るというのがいいんじゃないかなと思っています。お次のトレンドキーワードなんですが、何でしょう、このサイケデリックなジャケット、はい、ジャケットですね、はい、これは何が今シーズン的なんでしょう、はい、素肌にジャケットを着るっていう提案も多く見られていて、なるほど、はい、これね、はい、伝わりますかね、すごいね伸縮性のあるジャージー素材なんですよね。これなんかトルソーにかかってるとカチッとしてるのかと思いきや、めっちゃ柔らかいんですよね。でもこれを素肌で着るっていうのはなかなかちょっとどうなんだろう。僕は結構ジャケット素肌に着るの好きなんですけど、なんか結構挑戦的ではある。あ、そうですね、このジャケットだったら、まあ、インナーにこうちょっとヘルシーなこう、ね、物を合わせたりとかしてもすごく素敵だなと。そうだから結構ね胸元空いてるから、うん、まあさすがにノーブラはねさすがにちょっとチャレンジングすぎですけど、逆にレースとかみたいな、はい、いわゆるセンシュアルみたいなのじゃなくって、結構シンプルなねサテン のブラとかだったら、ここから透けててもあまりいやらしくならずにヘルシーに見せられる気がしますよ、はい、このままなんか自分がこれも心地よいから着る、うんうんうん、着たいから着るっていうのはすごく、はい、いい流れだなと思っていて、うんうん、まあ、ジャケットこうかっちりしてるというかフォーマルなものではありますけど、うんうんうん、それをこう自分らしく快適に着るっていう意味でも、こう素肌にジャケットというのは、うん、トライぜひしてみてほしいなと思います。次のトレンドキーワードなんですが、コート、はい、なんか春夏でコートってどうなんでしょう、はい、季節的に言ったら珍しくないですよ。そうですね、だんだんこうシーズンレスになってきた流れはありますよね。まあ、確かに、はい、だって考えてもみれば春夏って大体まあ新年だから、まあ1月の末とか今だと2月とかに立ち上がる、はい、まあ、シーズンだけど、寒いもんね、まだ全然寒いですよね。全然コート必要だもんねしっかり着てますもんね。まあ、だからその立ち上がりシーズンにはもう最新の春夏コレクションでちょっと防寒もできるし、こういうちょっとなんて言うんでしょう、タイムレスなデザインというか、あんまりトレンドに左右されないようなデザインのものであれば、買っておけばまあシーズンレスにいつまでも着られる。はい、これどこのコートですか？これスポーツマックスのものです。あ、スポーツマックスなんだ。だからなんかこのスリーブの部分だけリブのニットで切り替えられてるのが、はい、ちょっとこうスポーティーな要素も混じってていいですね。お次のトレンドキーワードはレースの付け襟ですか？はい、このネックピースという、ネックピース、はい、トレンドもキーワードとして上がるのかなと思いまして、ただネックレスっていうよりはもう少しこう立体的なチョーカーだったり、ちょっとこうボリュームのある首周りの装飾っていうのがすごくたくさん見られたんですよね。これだけで結構ドラマティックなムードが出るというか、はい、なんてことない T シャツにも一つあるだけでこうガラッと空気が変えられるものだなと思いますね。お次のトレンドキーワード、デニムのこれはパフスリーブのトップスかな。はい、結構今季また色落ちデニムだったりこうウォッシュがかかってるようなブルーデニム、なるほど、はい、この色が今シーズン的に注目ってことですね。懐かしいじゃないですけど、うんうんうん、こうまたデニムが戻ってきたっていう感じがすごくあるなと思いまして、うんうんうん、そうですね、だからデニムもそうですけど、はい、さっきも言ったように肌見せがかなり多い、はい、うん、ランウェイの写真見ただけだと結構ハードル高くないかなっていうローライズでも腰骨ぐらいまで、はい、出してるルックとかがいろんなブランドで登場してて、はい、あれどうです？それがこう体型がどうっていうことには関わらず、うんうんうん、まあ、自分が好きで見せるっていうことがやっぱポイントなのかなと思います、うんうんうん、ガリガリじゃないと着れないわけじゃないので、うんうん、どんな体型でも逆に自信を持って着ることが大事なので、はい、ぜひ
今シーズンはここの竹、はい、ここです、頑張って出していきましょうか。はい、はい、お次のトレンドなんですが、何でしょうね、この紐を編み込んだ、はい、みたいな、はい、フリンジっていうキーワードですね。あ、フリンジが今回注目だと。はい、おなんか僕もフリンジ大好きなんですけど、はい、なんかちょっとこうプリミティブな感じもする、はい、そうですね、結構そのクラフトっぽいムードもあるんですけども、装飾的なものも戻ってきてるなという感じがしまして、まあ、ドレスアップしたいっていうような欲求もこう結びついてるのかなと思うんですけど、これはまあ本当スカート、ユニセックスのスカートなので、まあ、下にパンツを履いても履かなくてもいけるのかなと。あとやっぱフリンジって歩いた時がね、はい、いいですよね。今シーズンはもうフリンジを味方に、はい、風を味方にフリンジを味方に、はい、ドラマティックに行きましょうという感じですかね、はい、地に足のついたモダリティというか、そうですね、うん、はい、7つ目のトレンドキーワードですが、サンダル、こちらプラットフォームシューズという、あ、なるほど、横から見た時のこの厚みのあるソールが今季注目だと。はい、そうですね、ここはあんまりこう前後の高低差がなくて、はいはいはい、こう足元はフラットで、うんうんうん、かつボリュームがあるっていうのがすごく今季らしいのかなと思います、うんうん、そう、ソールに厚みがあるんだけどヒールの角度がついてないから、これまた今シーズンの共通のテーマであるヘルシー、はい、そのヒールの高さがついてカツカツっていうよりも、まあ、まちぎでこう気軽に履ける、でチャンキーチェーンでこうインパクトのある、はい、サンダルって僕結構好きなスタイリングが、まあ、もちろん夏に素足で履くのもいいんですけど、はい、結構秋とか、うん、下手したら冬とかにも靴下履いてサンダルって可愛いなと思うんですよね。可愛いですよね。結構冬だったらウールとか厚手の靴下と合わせても履けますし、うんうんうん、もう通年履けるものだと思います。ということで本日はシュプール3月号と連動したゆるっとコレクション座談会をお届けしました。先ほどご紹介した7つのトレンドキーワードをはじめ、2022年春夏コレクションを深掘りしたコンテンツはぜひ本誌を手に取ってご覧ください。という感じで、動画の感想などありましたらぜひコメント欄に、お声聞かせていただければと思います。高評価とチャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。